こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日は北24条に北大生に人気の混ぜそばがあると聞いたので行ってみました。北24条周辺はあまり知らないので少し迷ってしまいましたが、駅から5分程度の場所でした。場所は北区北24条西4丁目 1-16 です。駐車場は3台ありました。今日ご紹介するのは汁なし六角さんになります。東京の油そばとは違って美味しいと教えてもらいました。汁なし野菜そばとガーリックマヨチャーシューがめちゃくちゃうまいと聞きました。メニューをうっかり取り忘れてしまいました。今回はスタンダードな汁なし並にしました。こちらの六角さんは並、中、大盛りを無料で変更可能だそうです。今回はちょっとビビって並にしておきました。卓上のセットは混ぜそばらしくラー油、酢、タレ、ごまなどでした。汁なしの野菜の場合は野菜とニンニク、背脂も無料で増量ができるそうです。しばしビールを飲んでラーメンを待ちたいと思います。六角さんは地下鉄南北線で北24条駅から徒歩5分ぐらいです。旅行で来た方もすすきのばかりではなく少し離れた有名店に行くのはいかがでしょうか。六角さんであれば大通りからも地下鉄1本で来れるので意外とアクセスはよく感じました。ラーメンが来ました。なかなかいい感じのルックスです。まずはこれを一気に混ぜるそうです。早速よく混ぜてみます。混ぜた感じ、油そばというよりは汁なしそば、そんな感じでした。東京の混ぜそばの有名店ジャンクガレッジとも違う感じでした。横にほぐした味付け肉があったのでそれも一生懸命混ぜます。食べさせていただいたのですが感想としてはかなり美味しかったです。混ぜそばが正しいのでしょうか。油そばというほど油切ってはいませんでした。野菜を選ぶと二郎のようにマシマシができる、かなりポイント高いですね。また最初に混ぜたほぐし肉がジャンキーな味でいいアクセントになっています。本当に美味しいです。途中から味変でラー油と酢を入れてみました。私はベースのラーメンがとても美味しかったので味変がなくても良かったかもしれません。次回伺うときは野菜かガリマヨにしたいと思います。
本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。うまくて並じゃ足りないかもしれません。次回は中盛りにしたいと思います。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。店内はカウンター席以外にテーブル席も 4,5 席ありました。6時過ぎの中途半端な時間でしたが、お客さんは結構出入りがありました。やっぱり人気店のようです。また来たいと思います。ごちそうさまでした。しかし北24条って結構栄えてるんですね。私はあまり知りませんでした。結構面白そうな飲み屋さんもたくさんありました。すすきのに行って観光客値段で飲むより北24条で安くて地元に根付いたお店で飲む方が楽しいかもしれません。良さげな居酒屋がありますね。通りの奥にもお店がいっぱいあるようです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけたら、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。